ロラード派に英語訳聖書を与えるウィクリフ・ロラード派あるいはロラード主義は14世紀中頃から宗教改革の時代にかけてイングランドで起こった政治的かつ宗教的な運動のことロラード主義はオックスフォード大学の進学者ジョン・ウィクリフの教えから発展しその主張はローマカトリック教会の改革を要求するものであったロラード派は カトリックのこと抗論を否定し、信仰において、本物の聖職者であるかどうかがサクラメントを行う、ものの必要条件であるとした。さらに、新人深会俗人にも聖職者と同じ儀式を行う力があると説いた。つまり、ロラード派によれば、宗教的な力と権限は、聖職のヒエラルキーに基づくのではなく、信仰心によるものであった。同様に、ロラード氏には、 聖職者の権威が聖書の権威に基づいていることを強調した。彼らは救済された教会の概念を説いた。それはキリストの本当の教会を意味し、敬験な信者の共同体であり、公的なカトリック教会と重なりながらも同質ではないとされた。またロラード派は予定説を唱え、両体共存説に同意して、全質変化を否定し、教皇には製品を求め、 教会財産への課税を主張した。ワット・タイラーの乱コの反乱に参加した、ジョン・ボールはロラード派の説教師であった。この反乱以降、ロラード派がイングランド王国の平和に対して害をなしているのではないかという考えが広まった。ロラードという言葉は学問的素養に乏しいもの、例えば英語のみで教育されたもののことを言う、一般的な別称であった。すなわち彼らは、 ジョン・ウィクリフに従って、英語訳聖書によって、活力を与えられていると考えられたからである。15世紀中頃までには、ロラードという用語は、一般に、異教徒を意味するようになった。他方ウィクリフ派は、一般により、中立的な用語で、ロラード派と似たような主張であるものの、学問的素養が十分である場合に使われた。ロラードという語の起源は明確ではないものの、四つの、 主要な説がある。オランダ語のラド、だレど、つぶやく人、ぶつぶつ言う人という意味の言葉に由来するとするもの。これは同じく、オランダ語の、ラルもしくは、ラランと関連があり、これらの語は、母は子供を寝かそうとなだめたの、なだめるというような、あるいは、歌う、映唱するというような意味である。ラテン語の、ローリアム、毒麦に由来するとするもの。ワルドオ派に転向し、 ギュイエンヌの伝道者として著名であったロルハルドというフランシスコ海士にちなんだとするもの。当時フランスのギュイエンヌ地方はイギリスの支配下にあったためイングランドの民衆の信人に影響を与えた。彼は1370年代にケルンで家計に所された。中英語のララー、つまり怠惰な放浪者、怠け者、詐欺的な小記を意味する言葉に由来するとするもの。 ただしこれはおそらく後の用法で、調査のカンタベリー物語によると考えられている。おそらく最も信憑性の高いのは、オランダ語起源説である。オランダでは、ロラード主義の影響のもと、ヘイルとフローテによって、1400年代の最後の20年に、オーファー・アイセル地方に共同生活兄弟団が作られた。とはいえ、ラテン語のローリアムも興味深い説である。 チョーサーが書いたカンタベリー物語中の弁護士の物語のエピローグがそれを裏付けているかのようである。アンドヒールゴースターティングアップサムヘレシーアンドソーヒズテアーズインアワークリーンコーンパーチャンスそして彼は異端を始めるそして彼は我々の綺麗な小麦の中に毒麦の種をまく偶然にジェフリーチョーサーカンタベリー物語ロラード派の文プロラード派は イングランド内でかなりの支持を集めたのみならず、海峡を越えて、オランダにもその影響を及ぼしたロラード主義は、ジョン・ウィクリフの著作に対する関心から始まったということができるが、ロラード派には核となる制度と距離がなかった。同様に運動が拡大しても、ロラード主義は卓越した権限を持ったり、要求したりしなかった。運動は多くの異なる考えを支持したが、 それぞれのロラード派がすべての信条に同意する必要はなかった。基本的にロラード派は反強権的であり、カトリック教会は本質において不正であると考えていたため、教会指導者が神によって選ばれているという信仰に賛同しなかった。カトリック教会が様々な点で歪められているために、ロラード派は自らの信仰の根拠を聖書に求めた。 カトリック教会に対抗する権威を聖書に基づいて獲得するため、より多くのイングランド農民が聖書を読むことができるように、ロラード派は聖書の英語への翻訳を積極的に行った。ウィクリフ自身も1384年に死ぬまで多くのショークを翻訳した。ロラード派の一派は1395年2月にウェストミンスター大聖堂の扉に、 ロラード派の論題十二化条を刑事市議会に訴えた。この十二化条は、決してロラード派の中心的な見解であるとは言えなかったが、彼らの基本的な考え方は、明確に示されていた。まず第一条では、富の蓄積が、宗教的な信仰心に代わって、貪欲をもたらすという理由から、聖職者が現世で財産を獲得することを拒絶する。第四条では、 生産式の生産用パンが聖書で明確に定められていない矛盾した協議であるというドラード主義的見解を論じる。パンがパンのままであるか、キリストの文字通りの体になるかどうかは、福音により一様に定められていないというものである。第6条では、これが精神の問題と国家の問題の間での利害対立を生み出すので、教会の中で影響力を持つカトリックの 上位聖職者が非宗教的な問題に関心があってはならないと述べている。第8条において、ロラード派の信仰に基づいて、カトリック教会に向けられる異形のイメージの滑稽さを指摘する。アン・ハドソンが宗教改革のイデオロギーで述べるように、キリストの十字架、国、槍とウバラの冠が礼拝すべき対象ならば、もし見つかりさえすれば、ユダの唇さえも礼拝するのか、 ということである。ロラード派は、カトリック教会が、現世の問題によって腐敗しているとし、本当の教会であるというカトリックの主張は、その伝統によって正当化されることはないと述べた。腐敗の一部は、死者への祈祷と祈神に関係していた。これらが、他の仕事から聖職者を遠ざけ、祈祷がすべてに対して、等しくされていた時から堕落したのだとされた。ロラード派はまた、 偶像破壊主義を唱えて贅沢な教会の備品を余分であるとみなした。彼らは贅沢な装飾品で飾り立てることに努力するよりは、むしろ、緊急者を助けて説教をすることに重点を置かれなければならないと考えていた。製造も危険なものであると考えられた。なぜかといえば、人々は神よりもむしろ製造を崇拝するようになっており、 風像崇拝に陥っていると思われたからである。ロラード派の巡回説教士により使われたかもしれない、ウィークリフ翻訳による、ヨハネによる、福音書冒頭部一般信徒であっても経験であれば、聖職と同じ職務を果たせると信じていたために、ロラード派は、カトリックの教義によれば、一般信徒と聖職の間に区別を設けることが、できるとされた教会の資格に疑問を呈した。 聖職が特別な権威を持っていることにも否定的で罪を許すのは神であって聖職者ではないのだから聖職者にはそのような特別な力はないとして信徒が聖職者へ国会を行うことは無意味であるとロラード派は考えていたロラード派は聖職者の独身性に疑問を抱き現世の問題が聖職者の精神的な職務に干渉することは有々しきこととして聖職者が 政治的な位置を占めることを批判した。儀礼や天礼より、聖書により多くの信仰を寄せるべきだとロラード派は信じており、教会の儀式主義を批判して、全出変化の教義や悪魔払いなどの儀式、巡礼と祝福に否定的であった。ロラード派の批判は聖書に根拠のないと思われる教会の権限に向けられ、キリストと福音を逸脱した天礼に対しての関心を呼び起こした。 12家上のその他の条項によれば、福音に基づいた議論を展開し、犯罪に対する殺害、聖職者の独身、聖職者が、教会裁判所のみならず一般の法廷でも、説明責任があるという考えを述べている。また、教会の過剰な装飾や巡礼も、本来の信仰を歪めているとし、神に迎えと訴えた。さらに、戦争、暴力、 妊娠中絶もロラード派は批判した。十二家城の外側にも、ロラード派には多くの信仰と伝統があった。聖書主義はロラード派に先生を拒否させた。ロラード派はまた、千年王国を信じており、ロラード派の一部は、教会がヨハネの目視録に関心を寄せていないことを批判した。ロラード派の多くは、週末が近づいていると思い、さらにロラード派の著作の一部は、 教皇が反キリストであると主張していた。このことはしかし、実際に一人の一人の教皇が人間的に偽キリストであるとロラード派が考えていたわけではなく、教皇の制度が偽キリストであるという意味であった。ジョン・バドビーの処刑ロラード派の教えが広まると、彼らにはすぐに痛んであるという疑いがかけられた。当初、ウィクリフとロラード派は、ジョン・オブ・ゴーンとや、 反強権的な貴族に保護されており、これらの貴族たちはロラード派の考えに従って、教会財産を否定することで、イングランド国内の修道院から新たな収益を得ることを狙い、彼らの教会改革を支持していた。オックスフォード大学もウィクリフを支持し、彼の反カトリック的な思想にもかかわらず、学問の自由を理由に、彼に教授職を大学内で、 彼の学説を支持する進学者たちにも保護を与えた。しかし1381年に起こったワット・タイラーの乱以降、迫害されるようになった。ウィクリフやロラード派の大部分が反乱に反対しているにもかかわらず、農民の反乱を指導する者の,の一人であった。ジョン・ボールはロラード主義の説教師であったためである。王皇貴族は、これ以降ロラード主義が、教会だけでなく、 イングランドのすべての社会秩序への脅威であると考えるようになったのであった。ロラード派を保護しようとする動きは以降全く消え去った。このようなロラード派をめぐる環境の変化は彼らの支持者であったジョン・オブ・ゴーンとの失脚にも影響されていた。ロラード主義は教会や政治権力によって反論された。それらの中で有名なのは カンタベリー大司教であったトマス・アランデルによる批判である。ヘンリー4世によって1401年に成立した異端家計法は、ロラード派に限らず、聖書を所有したり翻訳したりすることを禁じ、これを違えたい単者に対して家計に処すことを定めた。ジョン・オールド・カースルの処刑15世紀初頭、教会と国王による、このような強力な弾圧が行われたためにロラード派は、 地下に潜伏した。弾圧の例としては、ロラード主義を捨てることを拒否した職人、ジョン・バドビーの家系がある。この実験は、異端を理由にイングランドの俗人に対して行われた最初の処刑であった。一方で、ロラード主義を支持する騎士も多く、彼らはイングランドの政治においてかなりの勢力を持っていたが、彼らのような強力な貴族さえこの取り締まりを逃れる、 ことはできなかったヘンオー,ールドカーソルはロラード派であると発覚すると裁判にかけられた。オールドカーソルはロンドン島から脱獄し、反乱軍を組織した上、王の誘拐まで試みた。が結局、反乱は鎮圧されて、オールドカーソルは処刑された。オールドカーソルの乱は、ロラード主義が王国の平和自体をも脅しているように感じさせ、 ロラード派への迫害はますます厳しいものとなった。こうして激しさを増した弾圧のためにロラード派は多くの殉教者を出し、1532年にホワイトヒルで行われたトマス・ハーディングの処刑はロラード派弾圧の最後の事例の一つに挙げられる。やがてイングランドにも宗教改革が波及するとロラード派はプロテスタントに吸収された。 しかしこの時代まで100年以上、ロラード主義は地下に潜伏していたので、ロラード主義と宗教改革派の思想上の接点は曖昧で、不確かであり、未だにこれについての議論は続いている。ただトマス・モアなどの宗教改革反対派は、プロテスタントにかつてのロラード派の姿を見ていた。同様に改革派の側でも、カンタベリー大司教、トマス・クランマーは、 ロラード主義を引き合いに出した。改革派が実際にロラード主義から影響を得たかどうかと、改革派がロラード派に研究したかどうかは、どう関係するのか、あるいはそれは、単なる伝統的な感覚に基づくに過ぎないのかは、学者によって議論されているところである。この時期、民衆の間に、どの程度ロラード主義が広まっていたかについても確実な、情報はない。しかし、 ルター派が偶像破壊主義を主張していないことを考慮すると、イングランドの改革派の間で偶像破壊主義が流行したことは、ツビングリの影響でなければ、ロラード主義の影響によるものと考えるのが妥当である。バプティストや新教とクエーカーのようなイングランドのプロテスタントとロラード派の間に見られる類似点は、宗教改革を通して、ロラード主義の思想の一部が継続し、 少なからず影響を及ぼしたのではないかということを暗示する。ありがとうございます。